や最近あおられる人も撮影とか一応撮ってみましょう。ドッグランみたいな感じですね。ドッグランみたいな。こんにちは。ご知り合いですか。そうですね。ちょっと今日は、はい、お願いします。下降りたら。ちょっとずつ理解していただけたらと。あれか、言うとったカフェがじゃ改装する。ちょっと何も知らず。なんすか。ステーキームだ。ステーキームだ。もう関係なかった。いや全然違いますね。こうってますね。ご飯屋ではないんですよ。はい。もう全く何も分かってない。まだもうどうくらいのご飯屋じゃないのは分かりますけど、ここに来た時点でね。ご飯屋ではないのは分かりましたね。どうか。でもこちらの家の方ですか。あ、そうです。はい。ちょうど今物を持ってダンプで。ああ。行ったところです。ハメックス。何をするの。長靴履いてた方がいいってことになってます。あるんですかね、長靴。長そうですね、でも。あ、馬かあれ。あ、分かったんですか。競馬の馬。競馬だ。あれ見たら。馬をもらえる企画みたいな。馬高いですよ、結構。いや、ぜひその今日はプレゼント企画みたいな。靴大丈夫ですか。大丈夫じゃないじゃん、俺聞いてない。大丈夫なの、靴は。大丈夫、長靴じゃなくても。まあ、大丈夫です。あれですか。お馬さんの、そうです、馬の、はい。あ、馬主さんです、馬主さんです。馬をね、はい、はい、失ってまして。へぇー。あれ？この後、ふれあいの、はい。そうなんですよ。へぇはい、いろいろあります。入場料、大人500円、はい、ね、へぇー、あって、まだ今日の夜も降るんで、もう仕方がないな。で、上も待ってね、牧場ですか。はい、もう水がすごくて、でも急に僕がお邪魔してもよかったな。あ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。こんなに水が、かなりの水ですね。これ排水も大変ですよね。でも一応ここにまず入って、入水がついてるんで。なるほどなるほど。これ最近作ったんですか。あ、これ一番最初の最初。ああ、はい。いつもあのね、晴れてる時だから。あ、そうですよね。ぬるっとした。ちょっとぬるっとした。大丈夫ですか。渡れます。馬にこういう格好ってどうなんですか。トロさんは特にない。あまり関係ないです。関係ないですか。ちょっと。ああ、ですか。ちょっと刺激を与えるんか。色はね、こういう色が一番見やすいんです。ああ、そうなんですか。あのどちらかというと見え方がね、あのセピア色的な感じで、こういうこうなんて黄色系に見えるというか、赤とかは見えないんですよ。見えないというか、まあセピア色な感じで見えるっていう感じね。白黒なんですよ、見え方が。セピアな感じ。どうですか、まっちゃん初めての。初めてです。馬見るの初めて。あんまりないですね。ここ触れますよ。
怒らないですか。怒らないです。どうしたから。何歳ぐらいですか。あ、ここも4歳です。触ってるんですか。はい、あ、お前ちょっとこんな感じなんだ。いやもうちょっとあのお前小さいのイメージする。結構大きいですね。違うっけ。そうですね。これに乗るってこと？ケーブル。ちょっと怖いな。大きいもんな。はい。これはオスとかメスとかで。あ、これすぐ、はい、ヒンバヒンバですね。ヒンバ。まあセンバセンバ。センバ、ヒンバって何でした。ヒンバって女の子です。女の子が、はい、女の子で、男の子とか。男の子でも、あの、金玉は取ってますね。はい、それセンバって言います。なんで取らないといけるんですか。まあ、取った方がおとなしくなったり、扱いやすかったりするっていう。はい、大体小さい頃からでもこう寄るんですか。ただ最近ですね、最近来まして。あ、はい、4頭とも。そうです、4頭、最初2頭で、後からこっちがね、お客さんのオーナーさんがいる馬ですかね。はい、いう感じだったね。こいつどう、あの、喜び表現ってどうやったら分かるんですか、馬さん。あんまり、あの、耳でね、喜んで、はい。なんか、あの、こう、尻尾とか関係ない。そうです、尻尾とかは関係ない。犬みたいに振ったりはしないですね。どういう時が喜んでるの。今、こう、耳がこう、向いてると喜んで、こう、喜んでね、はい、で、5本欲しい欲しいって言って。ね、触った時もその耳の動きで。そうですね、耳がもうレーダーみたいな感じで、こう耳をこう伏せたら怒ってるとか。あ、今は、まあ、今はね、こうみんなで耳立てて、あ、なんか人がいるなみたいな感じでね、ちょっと探ってるって感じですかね。機嫌悪くなることもある。機嫌悪くなることあります、あります。今全然みんなね、あの、人参もらえるから機嫌が多分いいと思います。早く出せ出せ。へえ、うん、そうそうそう。今だこれ、もうこっちにあげる。そうそう、みんなあげてもらって、はい。なんか大きい、あれ欲しそうですね。はい、あの、あれなんですよ、わざと長くしてあれなんですけど、本当はこう持ってこうやってあげるのがセオリーです。ちょっとやってみてもらって。え、怖いですか。これがセオリーです。噛みついてこない。これがセオリーですね。あー、でこうやってやると、まあ、わざと打ちゃ長くしてるからあれなんですけど、こうやってこうかぶってこうね、手も噛まれることがありますから、馬のセオリーは手めっちゃ開いてもらって、はい、で、抜けてもらって、で、そのまま上げてください。はい、こっちに。はい。大きい吐いて、うまく、こうやって食べます。これが、まあ、本来、まあ、セオリー的な揚げ方。はい。揚げ方は安全な揚げ方です、ね。安全な揚げ方。はい。それも一気にします。そう、これです。はい。でも一番、もしね、うちはね、わざと長くして、こうやって持ってやってもらったらいいんですけど。はい。はい、あと、それで安全なやり方で。で、おー、うまいです。はい。なるべくで、ピッと、これね、曲げたら、曲げたら止まりますから、しっかりピッと。しっかりピッと。はい。そうです。しっかりピッと。ですね、これでも、あ、これがいい、これがいいです。はい。そうそう。で、4歳でも成績が悪かったら、もうそのまま、あの、成績で、あの、競馬っていうのをね、クビになったりするんで。はい、競馬って大体何歳からスタートする、はい、?1 歳ぐらいですか。2歳からですね。2歳からデビューして、で、2歳、3歳で走っていって、まあ、2歳、3歳であんまり勝てそうにないよねってなったら、やっぱ引退しちゃいますから、年齢じゃなくて、あの、そうですね、走る競争成績によって、あの、引退が決まるみたいな。ゾーレも大体は競馬。あ、そう、みんな一応サラブレッドなんで、みんな競馬を経験してますね。はい。ですね、競馬経験。はい、競馬経験者。競馬経験者。競馬経験者。すごいです。やっぱこの1頭って相当高いんですよね、やっぱり。あ、そうです。もう元はやっぱね、高かったり、一応向こうの、まあ、3100万円です。まあ、元々のあれですね、その競り一手があるんですけど、で、まあ、あの、競りで頑張って走って、で、それで、なんていうんですかね、こう、乗馬になるときにはまた別に乗馬価格とかってあるんですけど、やっぱあれですか、肉系とかを食べないんですか。草食ですから、はい、もう完全に草食なんで、肉は食べないですね。はい、草食ではここまで大きくなりますね。草食って、まあ、あの、なんていうんですか、恐竜の草食、恐竜もね、あんまりでかくなるし、まあ、あの、あれですよ、あの、象とかもね、でかくなるし、キリンもでかくなるし、草食動物やっぱ結構でかくなるんで、ほんでやっぱこの、なんていうんですかね、この草で、この草を分解して、タンパク質とかアミノ酸とか、ね、そういうのを全部分解して、これだけの筋肉になるんで、やっぱ草食動物のやっぱ腸の力ってのはすごいです。今までは乗られとったってことですよね。あ、そうですね。はい、ずっと競馬で乗って。競馬ってあるんですかね、重さが乗る人の。あ、乗る人、あります、あります。軽ないといけない。
そうそう、軽くあのハンデとかあって、まあね、だけど58キロとか、まあ、そんなになったりするんですけど、そうですね、みんな乗る体重は一緒ですね、一緒によって、はい、そんな感じです。あ、なんか重りつけるんですかね、あ、そうそうそう、あの、なんか低い人は。そうそうそう、あの、とりあえずね、58キロで乗りなさいとか、あの、52キロで乗りなさいとか、やっぱ、規定があるんですよ。で、あの、48キロの人が乗ったら、あの、重りを、そうですね、4キロやって52に合わせるみたいな。まさに競馬そんな感じで、やっぱね、不公平がならないようにね。競馬とかやっぱされたりするんですか？昔僕結構してましたけど、今はさすがにね、この仕事してるんでしてないんですけど、昔は大好きでしたよ、もういろいろね、競馬やってます。ここはその、このお馬さんもじゃあここでゆっくり暮らして、あ、そうです、ゆっくり暮らしてっていう感じですね。はい、もうちょっと増やす予定は？ちょっと、あ、一応ね、今もう一個そこの厩舎を建てて、はい、で、そしたらまた4頭入りますから、まあ、最終的には8頭かなっていうところで、はい。結構すぐその馬さんをあれしたいとかってあるんですか？もうそのどうですかね、その預けたいじゃないか、こういうところに、あ、そうですね、探してる方はやっぱ探していただいて、やっぱタイミングがあったりとか、まあ、そこら辺は全部タイミングですけどね、やっぱ預けたい時、ね、やっぱこう乗馬クラブとかで働いてて、そろそろ引退させようかなみたいな感じで、じゃあ牧場を探そうみたいな、はい、そういう方もやっぱいらっしゃるのはいらっしゃるんで、あとはそのタイミングですかね、出そうかなっていうタイミングで。それこそじゃ あ, あのどこにお住まいか住まれてますか？ああ、住んでるのはね、もう向こうにある事務所なんですけど、事務所に住んでて、はい、まあ、でもあれですか、事務所兼自宅、事務所兼自宅ですね。やっぱ馬がいるんでね、やっぱり話せれないですから、でやっぱご飯も1日4回なんですよ。朝の、はい、7時朝の7時にあげて、13時にあげて、18時にあげて、24時にあげるんです。もうあれですよね、もうずっとつきっきりって感じですよね。はい、やっぱもうね、本当にだって今があの、あれですね、日没まで仕事するんですよね、お世話して。で、事務所帰って8時で、で、シャワー浴びてご飯食べて、オーナーさんに定期報告打って、で、一応 SNS 更新して、で、なんか SNS 更新してたらちょっと眠たくなりながら、で、パッて気づいたらもう11時前で、で、一応買い物をやっぱ24時間スーパーに行って、で、買い物だけ買って、ほんで帰ってきて、12時過ぎぐらいからまたこっち来てご飯あげて、うんことか取ったら、だいたいもう寝るのがね、2時ぐらいになるんですけど、そんな感じで。もうあれですよね、うん、360度超えてもずっと。今だから700連勤ぐらいしますからね。はい。ね、本当に馬ってなかなかね、見る機会がないんですけど、本当に実際ね、馬と触れ合って、馬の魅力を少しでも伝えれたらいいなと思ってるんで、はい、遊びに来てください。はい。はい、いや、それこそね、僕も最初やっぱちょっと大きいさが、思ったより大きかったんで、びっくりしました、やっぱ大きいっていうのはね、びっくりして、その、まあ、優しいっていうのを馬では聞いてたんですけど、なかなかこうちょっと触りにくいなって思ってたんですけど、まあそのこう触れ合ってみると意外に怒らないというかね、はい、優しい、意外にやっぱりあの性格のこう、もう今馴染んだ感じの馴染んだ感じのですね、ね、あの馬さんに優しい人、うん、やっぱりね、人が見上げる動物ってなかなかいないですから、大型犬でも目線下ですからね、やっぱりこうやって人の目線より高い動物ってなかなかいないんで、はい、やっぱあのちっちゃいお子さんとかいてびっくりしてね、泣いちゃったりするんですよね、やっぱ怖いですけどね。でもなんかすごく優しくてね、あれですから、はい、とにかく優しい、はい、ね、触れやすい、島田の今さっき言われたですね、なんか癒されやすいんかなっていうのはすごく思うですね、やっぱ馬の魅力を、はい、ここで見ていただけたらなと思いますね。やっぱあとそれをね、こう知った上でね、いろんな方にこう来てもらいたいですね、こういう。そうですね、はい、こういう感じで、まあ、あのなんか最初に来た時に怖いってイメージがあったりするかもしれないですけど、こんぐらい触れ合えるというか、一日でね、一日で来て数分ですよね。はい、でそこまでまあ近づけるっていうところも知っていただきながら来ていただけると、ちょっとね、まあ、怖さがなかったり、あの変なあのイメージがなく、こういう来やすいのかなと。はい、OK です。ありがとうございました。初めての人の意見ってやっぱすごいいいですからね。本当にそれはすごくいいと思います。はい。ありがとうございます。